どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベル併用可能なリラックスというねホテル予約サイトのクーポンがおすすめということで解説ねやっていきたいというふうに思います。先日の生放送で情報をいただいてですね、ちょっと調べたところかなりお得ということで、このリラックスっていうサイトはですね、定期的で GoTo トラベルキャンペーンとですね併用できるねクーポンを配布しているんですよね。でですね、今までも1万円のクーポンが配布されていてですね、1万5000円のホテルを予約すると、GoTo トラベルでですね9750円で割引を受けた後にこのクーポンを利用してですね0円で利用するといったね、そんな破格っていうか無料ですよね、こういった感じなことがですね今まで起きているということで、あくまでですねこの話は今まであったということで、今日紹介させていただくのはですね、今後に期待してということで、この1万円のクーポンに関してはですね今から登録しても利用することはできないんですけども、今後のねクーポンの発見のためにですね私も登録してですね、待機しているところなんですけども、もしねこういう感じで利用されたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひですねこちら試す価値はあるのではないのかなというふうに思いまして、今回ね解説やらせていただきたいというふうに思います。ということですので、今後ということですのでね、この点は覚えておくようにしておいてください。でですね、今回のこの高額クーポンについてはですね au スマートパスプレミアムっていうね有料会員向けに配布されているということで、この au スマートパスプレミアムにね加入する必要があるっていった感じになっております。でこの au スマートパスプレミアムなんですけども、誰でもね利用することができまして、有料っていう風になっております。こちら税抜きでね499円かかるわけなんですけども、こちらはですね30日間無料でね利用できるっていう風になっておりますんで、とりあえずですね登録、私も今回させていただいたんですけども、30日、無料で利用させていただいてですね、ちょっと様子見て、クーポン等々がねありましたらちょっとね継続しようかなっていうふうに思ってるわけなんですけども、もしねこの動画見ていただいてやってみようっていう方はですね、ひとまず登録だけしていただいて、もしねお好みでないようであればですね解約していただくっていった形になります。でですね、この au スマートパスプレミアムっていうのはですね au ペイ利用している方はですね結構お得っていうふうになっておりまして、いろんなねローソンとかねミスタードーナツとかでね使えるクーポンとかも配布されているっていうふうになっておりますんで、その点もね、見ていただけたらなっていうふうに思います。でですね、このリラックスで今現在ですねこの au スマートパスプレミアムのクーポンっていうのはですね、実際に私が獲得できたのはですね4万円の宿泊宿に利用すると4000円のねクーポンっていうことで、またですね招待クーポンということで 10% オフのねクーポンが来ているっていった形になります。ですので先ほども言いましたけども、現時点では1万5000円のホテルを予約して、GoTo トラベル利用して、9000いくらになって1万円クーポン利用してみたいなね、そういうのは今現在はないっていった形になります。またですねこのリラックスと au スマートパスプレミアムをですね連携させると、定期的にですね毎週1000円から3000円のクーポンが配布されたりとかですね、金額は変わるんですけども、GoTo トラベルとね併用できるっていった感じになっております。で今までですね来た直近のお得なクーポンっていうのは9月の18日と9月の25日ですね、この1万円のクーポンっていうのが配布されてたわけなんですよね。ですので個人的にはですねかなり期待しているんですけども、こればっかりはですね来るかもしれないですし来ないかもしれないですので、この点はね押さえておいていただけたらなっていうふうに思います。それではですね実際の登録の流れをですね紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずね一つ目で、リラックスのね会員登録を行います。次に au スマートパスプレミアムの登録っていうふうになります。でその次にですねリラックスのマイページに行っていただいて、リラックスと au スマートパスプレミアムを連帯させるっていう感じになります。そうするとですねリラックスの会員ステータスが連帯させただけでですねプラチナになるっていった感じになりまして、次にですねリラックスのマイページで
クーポンゲットしていただいて実際にね利用していただくっていった形になります。それでですね、まず会員登録の方ねしていきたいというふうに思うわけなんですけども、まずですねこちらの動画の概要欄にね URL 載せておきますんで、そちらから、飛んでいただくと、こちらのね画面になります、お得な 10% オフクーポン届いてますということで、こちらからね登録すると 10% のオフクーポンがねもらえるっていった形になります。でこちらを、会員登録してクーポン受け取るをクリックしていただくと会員登録ねする画面になりますんで、こちらはですねお好みのアカウントで作成するっていった形になります。で一応ねメールアドレスの方でですねこちら解説していきたいなと思うんですけども、こちらメールアドレスで入れるとですねこんな感じで仮登録のねメールが戻ってきますんで、こちらね仮登録のメールにリンクが貼っておりますんで、そちらをクリックするとですね本登録っていった形になります。でこちらね必要事項を入れていただくと会員登録完了っていった形になります。次にですね au パススマートプレミアムの会員登録ですね、こちらも動画の概要欄にねリンク貼っておきますんで、そちらね利用していただけたらなというふうに思います。でそちらクリックしていただくとですねこんな感じに画面になりますんで登録していく形というふうになります。でこちらについてはですね auid が必要になるというふうになりますんで、持ってない方はですねこちら作成する必要があるっていった形になります。それではですね次に進むとですね au スマートパスプレミアムということで入会っていう感じになりまして、30日間はね無料ですっていうね注意書きが書いてありまして、その後ね有料会員っていうふうになりますんで、こちらねクレジットカード等々の登録はね必要になるっていった形になります。次にですね au スマートパスプレミアムの登録が終わったらですね、またリラックスのホームページにね戻ってきていただいて、こちらねトップ画面になるわけなんですけども、右上にマイページっていうところがありますよね、こちらをクリックしていただきます。そうするとですね自分のお名前がですね出てくるかと思うんですけども、こちらねクリックしていただきます。そうするとですね自分のステータスみたいな感じでねマイページが表示されるわけなんですけども、こちらの左側の方にですね設定で変更っていうところに登録情報っていうところがねあると思うんですけども、こちらをですねクリックしていただきます。そうするとですねご自身のお名前であったり会員 ID だったりねメールアドレス等々がね書いてあると思うんですけども、これをずっと下の方にですねスクロールしてっていただくと修正するっていうところがあります。修正するっていうところをですねクリックしていただくと変更編集ということでお名前等々がね変えられる画面がね出てくるわけなんですけども、これのねずっと下の方に行っていただくと auid を連帯するっていうねボタンがあります。でこちらをクリックしていただいて auid とですね連帯していただくっていった形になります。そうするとですねマイページの方がですねこんな感じでプラチナ会員っていう感じでステータスがね一気にプラチナになります。連帯させたらですね自動的にクーポンね今後入ってくるっていった形になりますんで、こちらね確認しながら利用するっていった形になっております。まあ、こちらのですねプラチナ会員っていうのはですね、まあ、半年以内に10万円ね利用するとなれるステータスっていう風になるんですけども、こちらですねポイント倍率がね 4% 上がったりねしますので、こちらもですねお得に利用できるのではないのかなっていう風に思います。いかがだったでしょうか。今回ですねホテル予約サイトリラックスと au スマートパスプレミアムのですね利用することでお得にね今後ホテルがね利用できるかもしれないということで動画ね作らせていただきましたけども、私のですね動画のコミュニティ欄等々でもですね、私今回ね、au スマートパスプレミアムですね登録させていただいて、リラックスもですね登録させていただきましたので、もしね今後クーポン等々がですね入ってきましたら、そちらでですね情報発信させていただきますので、今後に期待してね利用してみたいなと思う方であればですね、ぜひね今回紹介したことですね実践してみていただけたらなというふうに思います。あくまでですね今後に期待ということですので、今までみたいにですね0円とかですね1500円とか1000円とかですねホテル利用できるかどうかはですねちょっとまだわからないわけなんですけども、まあ、今までっていうか、まあ、9月25日の時点でですね同じようなクーポンが配布されていたっていうことはですね、まだ今後も期待できるのではないのかなっていうふうに個人的には思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしたいけどとても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル JAL マイルお得情報クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。